ショールームをご覧の皆さん、こんばんは。私たち、ニアリーコールジョイです。よろしくお願いします。はい、今日のオープニングは私、エスミが担当します。よろしくお願いします。頑張ってね。はい、それでは皆さんと一緒にタイトルコールをするので、はい、私たちが火曜はと言ったら、皆さんはジョイドンでコメントよろしくお願いします。お願いします。どうだろう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれ、止まってるな。気まずい。待って、気まずいとか止まってるよ今。確かに。あ、すごい、来た来たできてるよ。かわいいってよ。やったやったやった。あ、動いてる。ヘラヘラしてるってよ。かわいいね。やったはい、いや、お、いけてるいけてる。あ、じゃあ行きますね。はい。せーの、火曜はジョイドン。お、来てる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 。ありがとう。完璧。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。私たちニアリーイコールジョイ、略してニアジョイは、指原莉乃さんがプロデュースしているアイドルグループのイコールラブさん、ノットイコールミーさんに続く第3のグループです。この番組で皆さんと交流しながら、いろいろなことに挑戦して、アイドルの基礎を学んでいきます。はい。はい。はい、それでは自己紹介に行きましょう。はい。今日はね、10月10日は、10日で、漢字で10月10日と書くと、萌え、はい、の字になるっぽい。初めて知ったよ。こんなことってあるんだ。ね。すごくない？すごい。すごい。そう、こうなるんですね。はい。萌えの字になることから10月10日は萌えの日とされているようです。そうだな。国がある。国じゃない。国漢字です。漢字なんか漢字です。あ、映さないで。はい、そこでね、今日は自己紹介と一緒に、はい、自分が萌えを感じた瞬間について話していきます。はい、はい、じゃあまずジュリーから。はい、お願いします。はい、東京都出身18歳、ジュリーこと相田ジュリーです。ジュリー、私が最近萌えを感じたことは、なんか TikTok を見ていたら、なんか小さな子が、あの、うん、めっちゃ虫をね、怖がってる動画が出てきて、私それで、ね、なんかね、尊すぎて涙が出たの。もうよく涙出してるもんね。出してるね。いや、本当に尊すぎて涙が出て、なんか最近その小さい子とか、なんか赤ちゃんと一緒か、一緒だね。ワンちゃんの、まあ、そうそう、ワンちゃんの動画とか、なんか最近そう癒され動画をいっぱい見て萌えとなっています。いい萌えだね。そう、いい萌え、かわいい。そうなんです。イズザルトな萌え。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ行きます。ニアリーイコールジョイの18歳の大阪府出身のエスミレノンです。待って、ちょっと動画多すぎるね。はい、はい、大阪府出身18歳レノンことエスミレノンです。レノン、やる気ない。あるよ。私の萌えは前にね、あの葵、うん、メンバーのね、葵にね、あの LINE をして、うん、その返信が返ってきた時にね、うん、なんかあの返信、あの、なんだ、その LINE が嬉しいよみたいな の、うんうん、の時点で、まず葵の、ね、LINE がめっちゃ可愛いんですよ。わかる、めっちゃ可愛い。絵文字がめっちゃ可愛い。がめっちゃ可愛くて、うん、そこで、ね、そこでね、うん、もう萌えってなったんですけど、うんうん、その後に葵がなんかレノンの夢を見たよみたいな、うん、なんか3メートルぐらいのレノンと一緒にあの映画やかも、やかも、悪夢かも、もう見たよみたいな。悪夢かも、悪夢かも。で、それが嬉しかったですって言ってくれたんです。かわいい。かわいい。え？ってなって。うん、燃えた。ちょっと、燃えとけじゃない。キュンキュン。燃えとけじゃない、もう。じゃないよ。上。ズッキュンときた。ズッキュンと。やばすぎて、もう心臓射抜かれました。それがまた私の萌え。いい話。3メートル乗れるのか。ちょっとやばい。なんで？いい夢かな、ちょっとわかんないけど。はい、良質。はい、じゃあリコ。はい、行きましょう。はい、埼玉県出身19歳、リコこと藤沢リコです。リコ、はい、私の萌えを感じた瞬間は、あのお友達が飼っている犬、うん、子犬ちゃんがいるんですけど、うん、が初めてお手を、うん、すげえ萌えだ。なんかずっとね、できなかったの、うん、なんかお座りまではできたんだけど、うん、お手がもう分かんなくて、うん、できなかったんだけど、お手ってやったらもうポンと、やばってなったお話で、いいの、可愛い、可愛いじゃん、こんなちっちゃいから、なんか昔のりんち
んちゃん愛犬です。いいね、はい、やっぱ動物は世界を救うね。そういうことです、ね、本当にそうですよ。もう最近は動物ばっか見てます。私もあそうだね、いい、うん、動物がいいですね。いいよね。はい、みんなね、いい萌えを抽出でき、抽出できた。寝てんのかまだ。え、起きてるよ。はい。ということで、今日はこの3人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。見ての通り元気。うん、コメント。お、来てるよ。来てるよ。リアジョイも世界を救ってるよ。おありがとうございます。ありがとうございます。やばい。昨日の私会での私は昨日のサインペンが洗ったのに全然取れなくてみんなあるんじゃない？ない。え、そうか。これあ傷あった。あれ？なんでこけちゃった？あそうだ。あ YouTube 撮影こけちゃったけど。転んだ。なんだ？うん。この組み合わせ？あ組み合わせ。組み合わせ。この組み合わせでも初めてなんだよ。え、そう。ジョイドンでは。ジョイドン本当？うん初めて。すごい。そう。ほら、あれそう4人だったじゃん、あのオンラインだった時は。あもしかしたらあるかもしれない。3人が初めてじゃないかな。確かにみんなでさみんなでこっち見るからあっちじゃなくて3人であのテーマパークとか今よく遊んでましたね。行きました、ね、行った行った行きますよね。いいですね、ノースリーブで、ね、そうですよみんな約束されたわけじゃないから。あ確かにバカにしたい組ね。約束されたわけじゃないのにおいバカにするなしませんよ。面白いね。今めっちゃ猫でしょお、いいいい結構さ、素だよね、今日。素だね、楽屋、楽屋ちょっと盛り上がりすぎたよね。楽屋ちょっと盛り上がりすぎたよね。で、いい3人ってことでいいじゃん。はいはい、どうぞ、はい、よろしく。はい、それではね、ここでショールームを楽しむための機能について簡単に説明します。はい、名前付きのコメントやギフトを送るには無料の会員登録が必要です。まだの方はぜひ会員登録をお願いします。お願いします。ギフトを投げたりコメントをしたりするほどあなたのアバターが上の方に表示されます。こっちか、あこっちか、こっちだね、はい、エンディングでね上位13位から1位の方のお名前をお呼びさせていただきます。はいはい、さらにランキングとは別にタワーを送ってくださった方のお名前もお呼びさせていただきます。はい、ちなみに画面上のあのこの どっちこっちかこっちこっちかこっちこっちかこっちか、はい、こっちわかんないけどこっちだ、うん、こっちだこっちの方にねあの数字のカウンターがあるんですけど、これまでねそれは視聴者数が表示されていたんですけど、最近はリニューアルして視聴者数とギフトなど全て合算したね盛り上がり数に表示されるようになったそうです。はい、そうなんですよ。そうなんですね。あ、いっぱいけど盛り上がってるもう。今日目標どんくらいにしますか。今3644。どれくらいが普通なの。でも愛ちゃんこの間ね100万とかなんかよくわからないこれ。えじゃあ200万いく。200万じゃあ200万にしよっか。200万まで頑張ろう。何これ。はい、みんなでねもっともっと盛り上がっていきましょう。はい、それではここで番組を拡散していただくためにスクショタイムを5秒したいと思います。はい、皆さんで、ね、ぜひスクショして拡散してください。はい、お願いします。何のポーズ。ポーズ何やる。ドーンポーズ。ピース。アゴピース。あ、アゴピース。それでは行きます。せーの、1、2、3、4、5。ね、大丈夫大丈夫。え、私最初ずっと違うとこ見てたけど。え、大丈夫大丈夫。なんか大丈夫。いけたと思う。いけたか。約束ポーズ。約束ポーズ。これ、これじゃない。いや、これね。あ、そっち。え、こっちか。まあまあまあ、いいんじゃない。よく撮れたんじゃないですか。いいですね。上手に撮れた写真はね、ぜひハッシュタグジョイドンと一緒にSNS に投稿して番組の拡散をよろしくお願いします。お願いします。はい、ではそれではここからのトークコーナーは私アイダジュリーの進行で頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。今日のトークは本番前に私たちが考えて決めたトークテーマで話していきたいと思います。まず、うん、トークテーマ発表します。うん、トークテーマ究極の選択。イエーイ。これはですね、私たちがなんか話し合って何しようってなって、ね、なんかまあ楽屋でこう何人かで
その究極の選択っていうのをこうお互い投げ合ってやってたので、それをここでもやってみようっていうことで、そうだね、うん、なんか皆さんもなんか究極の選択あったらぜひ教えてください、教えてほしい、たくさん送ってください。そうそう、最初はスタッフさんが考えてくださった究極の選択を私たちでのんびり話し合っていただきます。ジュリがもう決めちゃっていいよ、順番いいよ、決めて、順番いい、うん、いっぱい、これでだいぶ盛り上がりましたからね、で楽屋でこれで大盛り上がりしたからね、最近一番笑ってたからね、もうジュリーがねもう声出ないぐらい笑っててこうなったもうこれで盛り上がったからね、今からめっちゃ盛り上がる、はい、盛り上がっていきますよ。じゃあまず一つ目、うん、でれんどん、一生夏の場所は、うん、一生冬の場所です。おお、ちょっと究極やね、いやけどこれはある、私も決まった、決まってる、私も決まったじゃん、え、いいっす、せーのー、何で究極じゃなくない、確かに一緒に決まったよ、まあでも悩んだよ、序盤なんで、ね、序盤なんで、いっせーので、冬お今なんて言おうか悩んだ、冬じゃあその心は、その心冬生まれ、冬生まれ、あ、そういうこと、冬が好き、おー、汗かき、あと冬服が可愛い、確かに、あ、確かにそれ分かる、が好き、冬の雰囲気が好き、あー、分かる、いいね、雰囲気、すごいわね、クリスマスめっちゃ楽しみにしてる、もうクリスマスを楽しみにしてて、え、もう本当にあのみたいな音楽に合わせて、あのマグカップにね、あの牛乳、ホットミルクを入れて、なんかさ、分かる、あのスノーマンみたいなさ、なんかあのなんていうの、雪だるまの形をしたチョコの中に、あのわかる、ちっちゃい、あ、そう、マシュマロ、わかるわかるが入って、あとココアパウダーも入って、でそう入れるとパカって開いて全部なんかもうココアになる。でも今日リコクリスマスの雪着てたよね、朝で、確かに、はい、クリスマス装備で着る、早くないって話したけど、意外に大好き、10月とかもう真ん中まで来ましたのでね、うん、ほらね、クリスマス楽しみですね、皆さん今年のね、クリスマスはツアーがあるので皆さんと、そうだね、一緒に過ごせますね、楽しみな冬になりますよ、楽しみですよ、じゃあじゃんじゃんいきますよ、次、皆さんには投票取れるんだ、投票取れるらしいです、じゃあ皆さんにも質問します、一生夏の場所は一生冬の場所、皆さん投票お願いします、番号を、あ、1が夏で2が冬です、では投票スタート、スタートスターティン、何スターティン、間違ったよ、皆さんどうですかね、じゃんじゃん投票しちゃってください、お、何が、はい、あ、2の方が多いんじゃない、あ、そっか、見た目、夏がかわいそうだよって言ってるガビン、え、夏もいいよね、いや夏も好きなんだけど、夏は川に行きたいよね、わかる、あ、わかるね、メイクが取れる、暑いよね、ちょっとね、何もないです、そう、冬の、あ、じゃあ投票締め切りますよ、4、3、2、1、0、ピピピピピピどうかな、結果の方はドロン、結果は圧倒的に冬ですね、やっぱ近口が、そうだよね、いいよね、冬ってだっていいよね、なんかさ、いいよね、あの雰囲気が、けどね、冬、あのなんか寒くなりかけっていうの分かる、うん、分かる、今でしょ、今の雰囲気が本当にいいの、ね、うん、今が一番なんか気持ちのいい、そう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 、うん、分かる、過ごしやすい、そうだね、じゃあ次いっちゃいますよ、お、はい、続いてはこちら、一箇所しかメイクできないとしたらどこにメイクするです、これはこれは究極だわ、これ難しいよこれ、待って、どうだろうね、どこだろう、ね、どうだろうね、どこがある、じゃあ目か口かとか分ける、肌、肌か目、口、なんだろう、で血色って大事だよね、うん、大事だよね、じゃあ3つぐらいに絞る、その自分でここってところがあるんだったら、あるじゃあせーのって、せーのじゃない、じゃあ私からいってきますね、私は、うん、ノーズシャドウ、絶対言ってるよね、言ってる、なんかさ、あの無人島に持っていくならシェーディングとか言ってなかった、言ってる、言ってるよね、シェーディング、誰も見てないな、そしたらシェーディングだったな、私はえ、私はですね、鼻筋を作るのが大好きなんですよ、ノーズシャドウで、でもう暇さえあればノーズシャドウっていう感じなので、無人島に持っていくなら絶対ノーズシャドウだし、だから私はノーズシャドウかもかな、ノーズシャドウかな、はい、で、ね、肌、肌、うん、パーンで、え、もう、ね、本当にね、肌をやらないとダメ、トルトルやん、あ、全然綺麗だよね、トルトル
じゃないの。ガンガビガビもうダメですね。ガビガビ私は肌をやらないと気分が上がらない。そうなのもあるよね。そういうの大事。じゃあリコさんは。私はリップです。リップ、血色。確かに本当に怖いぐらい血色がないの私って。え、そう。そう、言ってないと。感じたことないけど。え、なんかさ、うん、普通にしてても血色ある感じじゃない、うんうん、ないない。え、だからなんかダンスとか踊るにも、うん、色がないとやる気が出ない。わかる。それは。そう、そういうのあるわ。すっぴんでもリップだけ、うん、家で踊るのもリップだけ塗る、うん、そう、誰もいいじゃないの。家で踊ってたら可愛い。確かにいいね。そう、え、皆さんどこなんだろう。リップって言うと思った。やっぱリップもちょっとリップが、リップ大事よ。リップ一本あればさ、アイシャドウにもなるし、うん、チークにもなるよ。そうだ、だからリップでかいよね。もう頑張ったらアイラインみたいな。そうだよね、奇抜なね、うん、アイラインになるし、ね、全部できるね。確かに、まつげね、うん、いる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 、まつげいるわ。一個じゃ足りんかも。うそ、まつげ、まつかしてたらいいんじゃん。いや、マスカラ長さが欲しい。あ、マツエク。あ、やっぱ無理かも。全部だわ、うん、無理です。じゃあ無理だこれ。この、ね、これなしで、ね、なしでじゃない、なしでじゃないんだよ。これはもう結果が出ないです。出ないですね。難しいね。難しい、やっぱ一番難しいかも。全部合わせてメイクなんで。そうなんですよ。そう、私はだってね、いろいろな工程を経て、うん、このお顔で皆さんの前に出てるから。そうそう、じゃあいきますよ。次も、お、行こう。じゃあ1年間同じ主食しか食べられないなら何を選ぶ。主食、これは難しいだよ。主食、麺、うんうん、米、パン、パン、パン、あと何かある。国によっては。そうですね、国によっては。じゃがいもとか。じゃがいも、確かに。もう自分が主食と感じるもの、うん、うわ難しいね。駅でもあるよ。コメントは米ばっかりですね。米だ。そうだよね、米って美味しいからね。そうだよね。ちょっと待って、迷うかもしれないな。いや、決めた。いや、決めた、うん、決めた。せーの、め。米米絶対二人一緒だってね。め、め、米、米、その心は。いや、僕、白米食べたいよね。わかる、けどわかる、マジでそれは。なんか、疲れた時、白米食べたい。わかる。私は、きついな。おにぎりいいよね。おにぎりよね。おにぎりいいよ。いいですね。どうしよう。うわ、え、けどさ、麺。え、やっぱラーメン。え、ラーメンね。ラーメン結構好きじゃん。好き、ね、うん。好きです。え、けどさ、麺もさ、なんかぐちゃぐちゃにして丸めたらさ、米みたいな。おにぎりになるから。ぐちゃぐちゃ。おにぎり。おにぎりだよ。あ、肉ね。あ、そっか、主食も入るのか、肉。肉もいいね。いや、けど肉より麺食べたいな。私ちょっと麺類本当に愛していて、今日も麺類食べてきて、毎日エブリデイ麺っていう感じ。そう、今日、今日はうまっか、おい、うまかっくんね。ラーメン食べてきた。はい、うまかったよね。え、うまかったよね。そう、美味しかった。うまかったんだよ。うまかったね。今日白米食べてきたけど。白米食べてきた。白米食べてきた。そう、ラーメンね。やっぱ麺類ってね、バリエーションも多いし、まあ、米もね、丼とかにしたらいろいろあるけど、うん、けどなんかコメント見てる限り結構麺多かったけど、ね、麺ね、本当に麺とか米だよ。ラーメン、あー、けどラーメン好きな方多い、うん、ラーメン大好き。やっぱそのうちも、ね、ラーメン、ね、好きだよね、ラーメン。そうだよね、そうですね。じゃあこれ麺ってことでいい？なんでなんで共有しないで。じゃあ共有しないでよ。麺だね、麺だね。ラーメン部、ラーメン部。私は違うよ。あれ、あれ、反逆、仲間割れ、仲間割れ。じゃあ次いきますよ。続いてはドン。食べても全く太らない、おわ、寝なくても眠くならず元気。どっち？はい、もうこれはもう待って待って、寝なくても、はい、寝なくても、うん、元気ずっと。あ、でも分かった分かった、決まってます。私もせーの、食べても全く太らない。そりゃそうだよ。そうだよ、太りたくないよ、ね、そうだろ。コメント半々ぐらい。もう太らない方が多いんじゃない。でもさ、眠くても眠くならないで元気ってことはさ、うん、食べた分だけ動きまくればさ、そのこの24時間中動き続けてたらさ、ちょっと痩せるみたいなとこあるの。え、けど嫌だ、夜行性じゃん、みんな。でもダメだ、うん、24時間あったら食べちゃう。24時間、うん、食べる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 、やっぱ食べなくて。しかも多分24時間あっても動かないの。動かない、寝てるわ。食べてた、寝て食べてるよ。みんなは、みんなは、あ、けどね、結構半々。
そうだよね。けど食べても太らないからな。投票取る。投票取りたい。じゃあこの上の食べても全く太らないが1で、寝なくても全く眠くならず元気が2です。では投票スタートです。どっちなの？どっちだろう。どうだろう。でもサラリーマンの方とかさ、寝なくても眠くならない方がやっぱいいのかな。確かにいいのかな。太りたくないくんですね。どうなんだろう。2が結構多い、ね、あ、でも1も多いな。は元気があれば確かに何でもできるし、なければ人生倍だよ。確かに。めっちゃいい。確かに。確かに。寝てばっかだ。けど食べたいな、寝るより。食べたいよね。食べたい。太らないなら食べるよ、ね。食べる、めっちゃ食べるよ毎日。いや太ってもいいなら食べる。あ、確かに。割れてる。え、割れてる？え、割れてるんだ。だろう。投票食べ投票できるかな。では。いきます、締め切ります。5、4、3、2、1。ピピピピピ、早っ。どうだろう、割れたかしら。1ってどっちだ。意外と小さ。でもやっぱり、あ、やっぱみんな食べたいよね。食べたいよね。やっぱみんな気にしてんだね。割と小さ。小さだ。じゃあ逆にさ、こう私たちは1の理由も感じが分かるじゃん。2の理由は何がしたいからとかあるのかな。確かに。けどやっぱあれじゃない、倍行きたいってことじゃない。そうだね。寝てる時間もちょっと短いかな。確かに。あ、仕事なので寝たい。あ、そういうことね。食べて寝たい。そりゃそう。そりゃそうなの。そうだよね。あ、自由な時間が欲しいだって。あー、やっぱいろんなね、あれがあるんだよね。確かに。俺難しいね。仕事中眠くならないのが。確かに。それやっぱお仕事ね、やっぱ眠くなっちゃうね。眠いよそれは。確かに。待ってるもん。寝るの好きだから寝たい。寝たいね。寝たい。眠ろうみんなで。いっぱい寝ようもん。みんなよく起きててくれてる。ありがとう。7時半もうすぐ。そうだよ。眠かったら寝てね。寝てね。いやでも起きて。終わったら寝ていこう。あ、そっか。まだ起きてて。まだ起きて。あと3、40分。3、40分。お休みとか言ってダメダメダメ。じゃあ皆さんから質問募集したいと思います。じゃあ皆さん、なんか究極の問題系ぜひありますか。あるかな。みんなでこっち行く。カレー、なんだろう。キノコかタケノコ。え、どういうことそれ。あれじゃない、お菓子のやつじゃない。やばい。え、なんだろう。図案か腰幅か。そっか、図案か。一生和服か一生ドレス。あ、けど、あ、決まるかもそれは。一生和服か一生ドレス。決まったよ。はい、決まった。せーの、和服。一生和服。あ、お、揃った服。え、着物出ちゃった間違えた。あ、和服和服。みんなエピソードね。いいよね、和服が。いいよね。いいですね。いいね。着物いいよね。やっぱね、着物なんかたまに着るからいいっていうのもあるかもだけど。けど毎日着たいかも。まあ、でも確かに。でもドレスもいいよね。ドレスの方がさ、着なくない？着ない。人生で。着ないね。少ない。あ、焼肉か寿司。無理。ちょっと待って、これマジ究極かもしれない。でも決めたかも。決めた。どっちが言ってる？あ、決めた。うん。せーの、焼肉。寿司。何これ。何見せられてる。寿司、焼き、でも寿司、いやでも焼き肉か。ちょっと違うんで、なんか最近すごく胃もたれがするようになってきた。私も最近胃薬持ち歩いてなんかちょっとあって恥ずかしいのがね、この間結構みんなでメンバー全員でご飯食べに行った時に、みんなご飯の量とかをね減らしてたんですよ、うん、私は多く食べるために胃薬を持ち込んで、みんなシェアシェアしてたね。してたね。いる？いる？あるよ。まだ18歳。あ、歌が上手くなる、おわ、ダンスが上手くなる。どっちだろう。あ、けどこれ決まった。私も決まったかも。うん。いる？決まった。せーの、歌。おお。どうして？いや、歌上手い。すごいなんか魅力を感じてしまう。わかる。でも声とか声質とか。わかる。本当に欲しい。ダンスもめっちゃ上手くなりたいんだけど、ダンスってやっぱ努力した分だけ分かりやすくさ伸びるけど、歌ってさ難しくない。伸びる。難しい。声のね、クリアな声になりたいかも。分かる。分かる。でも印象に残る声とか。なりたい。あんたたち、いいじゃない。あんたらが上手いんだよ。
何それ褒め合い。あとは1ヶ月甘いものか辛いものか。いやこれは決まってる、これは決まってる。いいよ、せーの、辛いもの。あれ、え、なんて言った、辛いもの、甘い、甘い、なんで、どうして辛いの苦手なの。ちょっとえ、その甘辛がいい。え、なんかでも辛いどれくらいのレベルなのかわかんない。2辛ぐらい。いやえぇ、ちょっと甘いものの方がいいよ、うん、なぁ。あ、どこでもドアかアンキパンは決まってます。はい、せーの、どこでもドア。え、けどどうせならスペアポケットが欲しい。何それ。え、あの本体。あ、それ欲張りだよ。それかもしもボックスがいいな。え、電話のやつ。そう、うん、それ。あ、それがいいな。あれが一番いいな。今もしもどこどこにいる世界線だったらとかだったらさ、え、そうだよ、もう何でもありだよね。え、だからもしもボックスにしよう。いいね、はい、決まりました。ちょっと違うんですよ、なんか確かに、うん、ちょっと変わってんだよ。あとバンジージャンプかスカイダイビング。え、どっちも好き。いや、いや決まった私は。うん、いいですか。うん、せーの、スカイダイビング。ゆっくり、やだ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 。バンジージャンプやばいよ。え、私バンジージャンプ飛んだこと一回あるんですけど、なんかそんな大きいところで飛ばなかったのに足がすくんじゃって、でも大体結構バラエティとかであるのって崖っていうかさ、下が怖い、絶対無理。多分スカイダイビングの絶対無理って言ったらやるかもよ。大丈夫です。大丈夫です。スカイダイビングの方が多分案外気持ちよさがあるけど、え、わかる、長い、そう、長い、長い方が嬉しい、景色見てる感じ。そう、空飛びたいし、ね、空飛びたいよね、うん、そう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 、飛んでね、あとなんか落下してんだよそれ。あ、いやでも意外と気が合いますね、私たち。合いますね、合いますね、割と結構揃ってたんじゃないですか。いいですね、仲良しだね。しかもさ、結構さ、投票見たらみんなとも気が合う。ね、確かに、ね、多いよ。絆を感じられたということで、ね、以上、トークコーナーでした。はい、ということでここからは私、はい、藤沢理子の進行で体を動かしながら頭を使うこんな企画で盛り上げたいと思います。お、題してポージング暗記しりとりバトル。はい、昨日はスポーツの日、さらに季節はスポーツの秋ということで、今回は少し体を動かす企画に挑戦したいと思います。はい、ルールはまず通常のしりとりのようにしりとりを言う順番と最初の言葉を、決めたいと思います。はい、はいはい、そして1人目の人から最初の言葉でしりとりをしていくんですけど、うん、しりとりの言葉は放送をご覧の皆さんからコメントで募集してその中から選びます。例えば最初の言葉がイだったら、うん、イから始まる言葉をコメントお願いします。うんうんうん、はい、しりとりの言葉を1つ選んだら立って後ろのステージに移動して自分なりに考えたポーズをしながらしりとりの言葉を言います。うん、例えば犬と言いながらこう自分が考えたこう犬犬とかそう考えたポーズをするって感じですね。うん、はい、はい、次の番の人も同じようにしりとりの言葉をコメントで募集して決めてから移動して、はい、犬と最初の人が言ったしりとりの言葉とポーズをしてから、うん、まあ、決めたのがぬいぐるみだったらぬいぐるみみたいな感じでそれに続く新しいしりとりの言葉とポーズをします。こんな感じで毎回一番最初から1個前までのしりとりの言葉とポーズを全部やってから新しいしりとりの言葉とポーズを披露するので長く続けるほど、どうしましたか。覚える言葉とポーズが増えていきます。途中でしりとりの言葉やポーズを間違えたり、はい、5秒カウントしても思い出せなかったりしたらアウトとなります。アウト、はい、さらにしりとりなので語尾にんのつく言葉を言ったり、前に一度出た言葉を言ったりしてもアウトとなります。はい、企画終了時間まで誰も間違えなかった場合や2人残った場合は放送をご覧の皆さんに誰の考えたポーズが一番面白かったか、お、推しとか関係なしに、はい、投票していただいて優勝者を決めますので、はい、皆さんは誰がどんなポーズを考えたかしっかり見ていてください。はいはい、頭と体を使って暗記しながら勝利を目指す企画なんですけどどうですか。はい、ちょっとむずい。自信ありますか。はい、ない。え、萌えの日なのでアウトの人は萌え台詞を言っていただきます。だって、ちょっと待って、勝ちます。やばいですね。勝ちます。これだけは私は本気。勝つ理由ができた。はい、私も戦う理由がこれ。はい、できた。じゃあルール大丈夫。はい、ね、はい、まあやってみよう。一回、うん、一回やってみよう。じゃあ早速順番と最初の言葉を決めてからやっていきたいと思いますよ。はい、順番は、はい、あ、どうしよう、名前の順でいいんじゃない。はい、よし、じゃあ最初の言葉を決めよう。
最初の言葉、はい、じゃあ言葉頭文字何がいいですか。ニアジョイ、レイだぞ。ニアジョイ、あ確かにニーとかで、ニアジョイ、ね、イなんだ。ニアジョイのイ、ニアジョイのイ、イ、イからで、イからで、イから、イ、そしたら皆さんはイから始まる。じゃあ私が選んで、その、うん、それを分からせる伝えるポーズをすればいいんだよね。そう、そうです。うわー、イグザルトいいんじゃない。いや、まあ、C だもん。あ、そこでも C、 あ、 U、 C としたらいいです。 C だよ。あるかな。難しい。イグスリを確かに、ジュリーといえばイグスリかな。あー、順で決まんないな。あ、オッケー、行ってきます。いける。はい。お、早い。行きな行きな、どん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 行きな。お、すごい、全身が見える。すごいね。恥ずかしい。やばい、どうしよう、恥ずかしいわけ。はい。では私が選んだポーズじゃない、単語はこちらです。はい。喋らない。うん、喋るんじゃない。言っちゃダメでしょ、言葉。言って、言葉言わないと分かんない。ここで言って、言ってよ。言って、イルカ。あー、イルカね。イルカ、イルカ。おー、イルカってこうじゃない。イルカね、イルカね、はい、イルカでした。イルカってこっち、イルカです。オッケーオッケー、はい、覚えた。じゃあ、か、皆さん、かですよ、か。ポーズ覚えました。覚えました。か、か、かから始まる言葉。か、か、レノンさん決めてください。レノンさん決めてください。かから始まる言葉。かから始まる、か、あー、オッケー、聞いた。はい、いってらっしゃい。はい、ほい、ほいそう。え、ちょっと待って、今日本当にやばい、ダメすぎるから。はい、いいよ、いくよ。はい、こうでしょ。うん、1個目がイルカが、それは何ですか。カマキリ。カマキリ。お、イルカからのカマキリですね。じゃあ、リリリリリ、皆さん、リリリリ、皆さん、リから始まる言葉。リリリリリ、恥ずかしい。リコ決めていいですよ、リコ決めていいよ。ちょっと待って、リコしか送らないじゃないですか、皆さん。まだ私ポーズになっちゃう。これ、これじゃない。はい、どうぞ。決まりました。どうぞ、はい、あ、ごめん。順番に言っててください。はい、イルカ、はい、はい、カマキリ、はい、はい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 、リコ。おー、オッケー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 。コ、コ、オッケー、コです。コ、コから始まる言葉、あるかな。お、コですよ、コ。顔、あ、コアラ。顔じゃん。コ、コアラ、コノア。コノア、コノア難しくない。コノア人になってきたね、もうだな。コ、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 決まった。いいよ、いきます。コ、ではいきます。はい、まず一つ目、はい、イルカ、はい、カマキリ、はい、リコ、はい、コノア。うわー、あー、オッケー。あ、あね、あ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 るかな、あ、あ、これ結構難しかった。え、ちょっと待って、分かんなくなってください、ちょっと。あ、結構、待って、結構もう次ぐらいでやばい。アリス、いくいくいく、このアリス、いけるいけるいける。え、ちょっと待って、ちょっと待って、思い出せないかもしれない。いくよ、イルカ、はい、カマキリ、はい、リコ、はい、いよ、コナで、アリス。あ、え、アイソルじゃない。あ、アイソルじゃない。アイソル、アイソル、3回、3回組み合ってよ。いってらっしゃいませ。あの、決めてない、決めてない。ス、アリス、スですよ、ス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 から始まる、ス。私、アイソルできないんだけど、大丈夫。アイソルしたいの、今。アイソルしてた。それもやんなきゃいけないよ。え、何があるかな。おぉ、スンガキ、寿司三昧。え、待って、やばい。覚えてる。いけるいける。いくよ、イルカ、はい、カマキリ、はい、リッコ、はい、コマ、うん、
ニス、スケボー。おー、待って、結構もう私脳みそが追いつかなくなってきた。ボおおおおおかな、おおか、おおだね、おおおおおおありますか。おですよ、おおお、え、これやばいよ、やばいやばい、おおおやばい、もうやっぱり名前が名前が名前が止まらない。あー、なるほどね、いっぱいあるよ、いっぱいありますね。おうね、ニヤジョイ多いんだよ。確かに、そうなんですよ、うん、おばっかだね。お行でできてるみたいな。お行って何、構成されてるぐらい多くない。確かに確かにね。何にする、え、ちょっと待って、その間に忘れてきたよ、やばい。そうだよ、やばい、いろいろ来てますね。じゃあ決まりました、行ってきます。え、ちょっと待って、わかんない、やめたね、びっくりした今、わかんない、最初飲んでくる、はい、あれ自分が言ったよね、自分何から始まった、自分が言ったよ、ニヤジョイだ、ニヤジョイ、あ、はい、行きます、はい、行きます、危ねえ、危ねえ、危ねえ、せーの、イルカ、イルカマキリ、マキリコ、コノア、あれ、うん、スケボー、あ、自分で決めた。お寿司。カマキリコ。し。その長いで言わないと。し。お寿司。し。し。お寿司。しか。お寿司。お寿司。し。し。皆さんしです。し。ジュリー。え、ジーアリ。ジーアリ。ジュリーアリ。しで、あ、しで、しし、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 どれか選んじゃう、どれか選んじゃう、しょ、しょ、おっと、え、オッケー、し、しね、しだよ、し、え、これね、結構忘れるからね、やばいよ、待って、しって何、これやばいよ、オッケー、最初が、え、ちょっと待って、あ、イルカ、はい、カマキリ、はい、リコ、うん、コノア、で、アリス、うん、え、ス、アリス、お、ス、スケボー、はいはい、お寿司、はい、シカ、うん、それなんだ、それなんだ、自分自分自分、シャーク、シャークってどういう意味？私のぬいぐるみ、あ、それだ、シャーク、なるほど、え、やばいかも。シャーク絶対出てこないよ、消えてない、シャークク、ク、絶対シャーク出てこないんだけど、クちょっと意地悪しちゃったね、シャーク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 、え、シャーク、いけんじゃない、シャーク、うーん、オッケー、なんか取り残されるシャーク、シャーク、え、ちょっと待って、全部やばいかもしれない、あ、オッケー、オッケー、あー、くくんとこい、せーの、イルカ、カワキリ、うん、リコ、うん、コノア、うん、アリス、うん、スケボー、うん、お寿司、うん、シャーク、うん、すごい、うん、車、うん、おお、シャークがやばい、シャークがやばい、はい、シャークがやばい、シャークがやばい、シャーク何してくれそうな、車、車、車から始まる言葉、ま、お願いします、ま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 いちゃん、あ、まだまだ大丈夫、セーフ、次だよ、私か、うん、もう私か、私からなんかやばいよ、はい、どれか選んじゃう、どれか選んじゃう、あー、いっちゃ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 います、え、の、の、あ、じゃあ行きます、イルカ、うん、イルカマキリ、リコン、コノア、アリス、スケボー、お寿司、シャーク、あ、つぶさよ、シャーク、シャーク、シャーク、4、3、気を取られた、はい、そうだよ、私シャーク
これナイスじゃない？ナイスじゃない？めっちゃ朝がいたんだけど、なんかシャーク、確かに。ちなみにマは何だったの？マ、確かに。あれ私、あ、マイ、あー、マイね。あー、ポーズは、え、マ、何しようとしたんだっけな。え、あ、じゃあマイ、マイでしたっけ。マイ、マイ何しようとしたんだっけ。何だ、何だ、何だ、何だ。全然もう今、もうぶっ飛んじゃった。最悪。あれ、あー、やだ。車だったっけ。本当に車だった。せめて私、コメントの自分で見たら、なんか栗拾いみたいなやつが出てきちゃった。なんで。やった。もう気が気じゃないやないか。え、終わっちゃった。もうセリフってちょっと楽しいね、これ。終わっちゃった。お時間すいません、来ました。ああ、楽しかったですね。じゃあ、ジュリの萌えセリフはエンディングでやるので、はい、楽しみに、楽しみにしててください。以上、企画コーナーでした。はい、はい、早いものでね、はい、エンディングのお時間になりましたよ。はい、もう終わり、はい、もう終わり、やばい、寂しい。はい、まずはニアジョイからのお知らせです。2024年1月17日にニアリーイコールジョイのデビューミニアルバムが発売されます。さらにデビューミニアルバムのフォーチューンミュージック限定個別お話し会の参加権付き、参加権利付きデビュー記念特別プライス版をご購入いただいた方を対象とした個別お話し会が2024年2月17日に土曜日と18日日曜日に幕張メッセにて開催されます。こちらの第1次応募受付は明日の10月11日水曜日の12時から明後日の10月12日木曜日の12時までになります。はい、皆さんぜひね、この機会に私たちとたくさんお話ししましょう。お願いします。お願いします。続いてメディア情報です。はい、明後日10月12日木曜日20時から配信予定のショールームのキャンキャンルームに市原あゆみちゃんがゲスト出演します。あゆみすごい、はい、めっちゃ楽しみ。絶対見ます、ね、皆さんも絶対見てください。見てください。そして10月27日金曜日発売予定のアイドルファイルボリューム31フレンチガーリー、はい、フレンチガーリーに山田桃香ちゃんが掲載されます。はい、はい、これも絶対見ます。絶対に見てください。はい、お願いします。さらに市原あゆみちゃんと山野アリスちゃんがファッションブランドアンクルージュさんのアンクルージュ AW コレクションボリューム5のモデルとして起用されています。はい、11月2日12時に公式通販サイトアイランドにて公開予定なので皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。さらに12月からはニアリーイコールジョイファーストツアーの開催も決定してます。はい、日程は12月25日5日か12月25日、はい、クリスマス5日、はい、クリスマスです。25だね、ごめんね。クリスマス月曜日に福岡県のゼップ福岡でライブ、はい、やったー、楽しみ。1日クリスマス過ごせるね。はい、次、12月26日火曜日に大阪府のゼップ大阪ベイサイドにて、はい、合ってますよ、あります。はい、来てください。大阪2日連続、大阪2日連続みんなと会える、はい、ね。はい、次は2024年1月4日木曜日にて愛知県ゼップ名古屋にて行います。はい、愛知県待ってて、待ってて、待ってて。そして1月12日金曜日に東京都のゼップ半田で、羽田半田間違った全部ゼップ羽田にて行います。はい、行います。はい、皆さんね、ぜひ来てください。お待ちしてます。待ってます。はい、そして2024年1月17日にはニアリーイコールジョイのデビューミニアブラ、ニアブラ、あー、もうやだ、落ち着いて、落ち着いて。デビューミニアルバムが発売されます。はい、こちらもぜひご購入ください。はい、はい、はい、ぜひ、ね、詳細はね、あの、後日発表されますので、はい、ぜひ予定を空けてくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、さらにニアジェイメンバーは個人のショールームアカウントがあって個人配信もしていますので、はい、ぜひフォローして見に来てください。はい、はい、どのお知らせもね、詳しくはニアリーイコールジョイ公式サイトをチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、どのお知らせも待ってる、どこですか。あ、それでは感謝を込めてランキング13位の方からお名前をお呼びします。はい、今からお呼びするのはスタジオで表示されているランキングなので、パソコンやスマホのラグなどでご覧の順位と違ってもご了承ください。それでは発表いたします。
ありがとうございます。あ、いただきます。では発表します。13位アラさん、頑固親父さん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。12位ゆいとくん、ありがとう、ありがとう、ゆいとくん。11位あゆちゃん、あ、勝手にちゃんと、あゆさん、ありがとう、ありがとう。と10位陽気なおこじょさん、ありがとうございます。9位もやしなのさん、ありがとうございます。8位ポンタロさん、ありがとうございます。7位約束されたっちゃん、ありがとうございます。ありがとう、あ、わかりました。6位とめぞうさん、ありがとうございます。ありがとう。5位見るまでポンちゃん、ありがとうございます。4位キャメラマンさん、ありがとうございます。ありがとう。3位ひかりさん、ありがとうございます。ありがとう。2位つんち、ありがとうございます。ありがとう。1位はバサミちゃんです。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。タワーを投げてくださったのがつっちーさん、ハートペンダント、そしてバサミちゃんがハートペンダント、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ハートペンダントとか、ハートペンダントね、めっちゃいい。これありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございました。お名前をお呼びできなかった皆さんもたくさんのギフトやコメントを送ってくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の3人どうでしたか。どうでしたか。ちょっとラフすぎたね。めっちゃラフだったけど大丈夫。これ素だったけど、コメント見たい、コメント見たいね、コメント見たいね、払いたい、払いたい。よかった、笑ってくれてるんだ。一気に割れたんじゃないかな。可愛かったです。どうだった。可愛かった、面白かった。ありがとう。思い出した。あ、まいちゃんのやつ思い出した。全然思い出してない。まい何にしようとしたんだっけな。あ、まいは、あ、そう思い出した。まい、あ、思い出した。まいはなんかよくリップ塗ってるから。あー、赤で塗ってる、確かに塗ってる。あ、もじり、あ、もじりも言ってない。はいはいはい、はい、ありがとう、みんなありがとう、言ってくれて。よし、ジュリーの前セリフ。今、今、今、うん、今、今ですか。今、あ、ちょっと待ってよね。ちょっと待ってよか。なになになに、はい、私全然言うこと考えてない。はい、前セリフですね。はい、皆さん、お待ちかね。長い。なんか、台本が来ました。嘘でしょ。はい、ジュリーの前セリフまで3ちょっと待って、読ませてあげて。ちょっと待ってね。早く聞きたい。なんか心臓が鼓動が止まらない。気持ち入れて。大丈夫。気持ち入れて。感情込めて。感情込めて。初めてなんだけど。大丈夫。入って燃えてるとか。大丈夫。感情入れて。私もこれやった。本当。人生初。まだ。ネルまだやってない。本当。突っ込んでる。はい、わかりました。よし。じゃあ行きます。はい。大丈夫ですか。ジュリーの燃えゼリフまで3、2、1どうぞ。車のポーズ忘れちゃって、今日はしょんぼりジュリーちゃん。だったな。みんなジュリーのことをなでなでして。みんな大好き、ありがとう。来週も見てくれないとダメだぞ。大丈夫か。大丈夫か。大ダメージだ。大丈夫か。可愛かったよ。めっちゃ可愛い。可愛かったよ。マジで可愛い。可愛かったよ。なでなでした。なでなで。なでなで。なでなで。叩いてるね。はい、ね、今日の感想はぜひハッシュタグジョイドンつけて投稿してください。ジュリーのね、燃えずりふの投稿も待ってますよ。ダメだよ。ダメダメダメ、今見てただけ。絶対に待ってますからね、うん、はい。そして次回のジョイドンは来週10月17日火曜日の19時から放送予定です。出演メンバーは決まり次第公式サイトや X にてお知らせします。X、はい、画面右上のハートマークを押してお気に入り登録をすると通知が来て必ず忘れずに見ることができますので、まだの方はぜひご登録をお願いします。お願いします。はい、皆さんね、あの、来週も見てくれないとダメだぞらしいので、はい、ダメだぞ。すごい9200以上の盛り上がり、すごい、ほぼ200万だ。すごい。ありがとう、ありがとう。よかったね。なぜなぜしてもらってるんだよ。そういうことか。ありがとうございます。あ、でも傷を負った。傷を負った。はい、皆さんもね、次回も絶対に見てください。ダメだぞ、みんな。ダメだぞ。来週も出ちゃうかな。出ちゃうか。はい、以上私たち、ニアリーコールジョイでした。ありがとうございました。ダメだぞ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 。